おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野が、今日も皆様にコミュニケーション上の重要なポイントを一つプレゼントさせていただきます。今日は6月は17日金曜日ですね。今日は暑くなるそうですよ。はい、今週はですね、1週間ファシリテーションについてお話ししてますが、今日のテーマはファシリテーター、会議のファシリテーターの一番重要なお仕事は時間管理です。きちっと時間内に会議を終えて、終わった時点で皆様の腹の中に自分はいつまでに何をやればいいのかということが落ちているということ、そしてきちっと時間内に終わらせるためには時間管理が重要です。はい、タイムキーパーですね。はい、そうすることによってですね、全員が活性化されて、時間内にしっかり議論をして、自分のやるべき仕事は何なんだということを腹に落として変えることになります。はい、そこでですね、重要なことは、近頃は皆様は Zoom を使っての、あるいは Teams を使っての会議が多いと思います。その中で会議ファシリテーターはですね、どのようにして時間管理をするかというのは非常に重要です。よくですね、ツールがありますのでね、ツールがありますので、チャットを使ってですね、皆さんあと15分で終わりですとか言ったって読みはしないです。読みはしない。はい、いろんなですね、手を挙げるシグナルとかついてますが、誰も見やしないです。それが現実です、 Zoom はですね。じゃあどうしたらいいかというとですね、ファシリテーターはですね、例えばですね、皆様に今から3分以内で自己紹介をしていただきます。今日は10名いますから、10×3 分ですから30分以内にお願いいたしますって言ったとしてもですね、喋りたくてしょうがない人がいるんですよ。タイムキーピングができない人だらけですから、世の中は。それでもきちっと時間内に止めるにはですね、私は2つの、まあ、A4 の用紙がいいでしょうに、2つ用意するといいと思います。1つはですね、終わりです。もう1つはですね、あと1分です。2つ用意していてですね、あ、話が長くなってオーバーするなと思ったらですね、ちょっと3分の前にパッと開けてですね、終わりですというのを見せることです。あるいはですね、この人は長くなりそうだなと思ったらですね、パッとあと1分ですという A4 の書き物を見せることです。そしてですね、どうしても止まらない人には、終わりです、時間です、はっきりと大きい声で言うことです。そういうですね、ガッツ、度胸がある人ができるズームファシリテーターです。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。